お世話になります。一人でございます。ポケモンホームの情報がいよいよ1月28日に公開されましたので、今回はこのポケモンホームについて話していきます。まずポケモンホームの基本的な仕組みについて見ていきましょう。そもそもポケモンホームは任天堂スイッチ版とスマートフォン版があり、共通の任天堂アカウントと連携させることで同じポケモンボックスを共有することができます。ポケモンは30匹なら無料で預けることができ、有料のプレミアムプランに加入するとポケモンを6000匹まで預けることができます。連携できるソフトはポケットモンスター、ソードシールド、ポケットモンスター、レッツゴー、ピカチュウ、レッツゴー、EV、ポケモンバンクのみです。ポケモン GO は将来的に連携できるようになるそうです。これが基本的な仕組みですが、3つ注意点があります。1つ目は、剣盾に連れて行けるポケモンの種類についてです。連れて行けるポケモンは剣盾の図鑑に登録されるポケモンをはじめとした一部のポケモンだけなので、全てを連れて行けるわけではありません。今後の剣盾のアップデートに合わせてポケモンは追加されるとのことなので、現状はポケモンホームはあまり必要性はないかと思います。有料 DLC が利用できるようにならないと結局過去のポケモンは連れてこれないので、あまり大きなメリットはないでしょう。2つ目の注意すべき点はポケモンの送り方です。ポケモンホームから剣盾だけは送り出したり引き出したり両方できますが、他のポケモンバンク、ピカブイ、ポケモン GO については基本はポケモンホームに送り出すことしかできません。元のソフトに戻せないのが注意ですね。ただこの画像では分かりませんが、ピカブイは剣盾など他のソフトに預けたポケモンだけ戻すことができません。つまりピカブイとポケモンホームを送ったり戻したりはできるということですね。ここはかなりややこしいです。最後3つ目の注意点はポケモンバンクについてです。ポケモンバンクに預けているポケモンをポケモンホームへ連れてくるにはプレミアムプランへの加入が必要となるので注意が必要です。ここまでは基本的な仕組みについて話しましたが、次はポケモンホームの他の機能について見ていきましょう。まずは交換です。スマートフォン版では4つの交換機能があります。1つ目はミラクルボックスという機能で、完全にランダムで自動的に交換する機能です。剣盾のマジカル交換とほぼ同じです。少し違うのが、同時に複数のポケモンが交換できる点と、おそらくそのボックスに入れておけばスマホを閉じていても自動的に交換してくれる点です。めちゃくちゃ便利ですね。2つ目は GTS という機能です。条件を指定して交換できる機能ですね。これは私みたいなぼっちにはめちゃくちゃありがたい、神様みたいな機能です。誠にありがとうございます。3つ目はグループ交換。20人くらいの人数でランダム交換できる機能です。別にミラクルボックスでも良さそうな気がしますが、こんなのもあります。4つ目はフレンド交換です。どうやらポケモンホーム内でもフレンド機能があるらしく、フレンド同士で交換できるみたいです。この交換機能における注意点がいくつかあります。ミラクルボックスと GTS は無料でやる場合は数が制限されていまして、プレミアムプランに加入することで一度に交換に出すポケモンの数を増やすことができます。あとはグループ交換では、プレミアムプランに入らない限りは自分でグループを作ることはできないので、他人が作ったグループに入ることしかできません。それでは次のポケモンホームの他の機能に参りましょう。その機能とは全国図鑑です。ポケモンホームにポケモンを預けると全国図鑑に登録されます。サイトにはメガ進化や巨大マックスのできるポケモンも登録されるということで、もしかしたらメガ進化復活もありえそうですね。実際リザードのメガ進化の画像もありますから、かなり期待できます。しかも全国図鑑があるということは、もちろん時間はかかりそうですが、全ポケモン復活もかなり現実的ですね。実際サイトの画像にもサンドパンやアーボック、プクリン等の面々がいますから、復活の可能性はかなり高そうです。なおスマートフォン版では図鑑説明文に加えてポケモンの技や特性も確認できます。この機能はめちゃくちゃ作るの面倒そうなので申し訳ないですが、私個人的にはいらないかなと思います。それでは次のポケモンホームの他の機能に参りましょう。その機能とは不思議な贈り物です。ポケモンホームでも不思議な贈り物は受け取れて、実際画像ではピカチュウプレゼントとありますね。これはもしかしたらダウンロードしてもらうためにピカチュウの巨大マックスが来るかもしれませんね。なお剣盾を対象とした贈り物をスマホで代わりに受け取ることもできるみたいです。イベントや店舗に行った時には剣盾がなくても済むということですね。それでは次のポケモンホームの他の機能はポケモン一覧です。スイッチでもスマホでもポケモン一覧を確認できて、特性覚えてる技も見れます。プレミアムプランに入ることでジャッジ機能が使えるとのことです。ここもプレミアムプランとはいかついですね。ちなみにここの画像にもチコリータとか水ゴロウとかアローラの姿のゴローニャもいますから、やはり全ポケモン復活は可能性高いですね。あと他の細かいポケモンホームの機能は、イベント情報やランクマッチのバトルデータも確認できます。バトルに使用されているポケモンのランキングも見れるようになるみたいですね。あとはポケモンホームポイントというものがあって、ボックスに預ければポイントが貯まり、バトルポイントと交換できます。めちゃくちゃ使えばより効率的に育成ができるということですね。ここまで説明した機能についてですが、スイッチ版とスマホ版で少し違うので軽くご紹介します。表の通り、スマホではポケモンホームポイントが交換できなかったり、ピカプイと剣盾との連携もできません。スイッチでは交換や不思議な贈り物、バトルデータの確認、お知らせの確認ができないということで、交換できないのは痛いですね。スイッチでも交換させろよって思ってしまいますよね。なお任天堂アカウントは1つでスマホとスイッチ版の両方できます。これはさすがにそうですよね。それでは次は一番気になるプレミアムプランについて見ていきましょう。まずはフリープランとプレミアムプランの違いについてです。表の通り30匹までは無料です。それより多く預けたい場合は有料ということで、これはそれなりにやる方ならほぼプレミアムプラン加入は必須でしょうね。ポケモンバンクからポケモンホームへの引っ越し機能においてはプレミアムプランのみですから、ヘビーユーザーは確実に有料じゃないときついでしょう。ミラクルボックスについては3匹より多くやりたければ有料ということで、ただこのあたりはあまり重要そうではないですね。それでプレミアムプランの価格ですが、1ヶ月で370
円、3ヶ月で610円、12ヶ月で1960円です。スイッチ版とスマホ版のどっちも使ってもアカウントは1つなので、両方とも使ってもかかる料金はかかりません。料金設定は絶妙なところですね。超安いというほどでもなく、でも高すぎずということで商売上手です。で、最後にサービス開始予定日については、今は未定らしく、一応2020年2月上旬予定とのことです。もう近いんだからはっきり言えよと思いますけど、まあ仕方ないですね。あとはポケモンホームについて、先ほど少し評判をツイッターで見てみましたが、ちらほら集金にしか見えねえという声も上がっていますが、ありがたいですとかの声が非常に多かったですね。私個人的にはポケモン GO とかピカブイとか過去の作品をフルに使ってマネタイズするやり方ってめちゃくちゃすごいと思いますね。ポケモンホームで全てがリンクするのが現代的で、昔とゲームのあり方自体が大きく変化したなと感じました。過去の作品を未だに活かせるのって時代を超えて繋がった感があって、ワクワクすっぞ。ただポケモンホームという名前で、家っていう名前で馴染みやすさがあるのにお金がかかるのはなんか違和感があるというか、もちろん無料でもできますけど、家に金かかるんかいとは思いました。